ちは、親父の家のジジイです。この頃コンビニやスーパーに行ってもレジ袋が有料になりました。そこでうちの奥さんがこういうものを作ってくれました。手ぬぐいで、こう袋になってて、この中に買ったものを入れて、こうレジ袋の代わりにします。これを今日作りたいと思います。素材はこの手ぬぐいを使います。まずはこの手ぬぐいを半分にして、アイロンをかけます。ではアイロンをかけてシワを伸ばしていきます。ピンピンになりました。これを半分に折って、さらに半分に折ります。で、この端から14センチに印をつけます。で、ここからここは 7.5 センチのところに印をつけます。で、こうやって切るところを印をつけました。そして少しここが円になるように、曲線になるようにしてください。こんな感じで開いてみると、ここが持ち手の部分で、こうカーブになって、ここをミシンで縫い付けていきます。この曲線の部分に切り込みを入れていきます。縁取りをするためにここをアイロンをかけます。三つ折りにします。反対側も同じようにやります。今三つ折りにしたところをミシンで縫っていきます。
反対側も同じように縫います。これから中表に折ります。合わせます。で、今度は脇を縫い付けて袋にします。取っ手の半分まで折って待ち針を打ちます。で、まずは底の部分を縫います。待ち針を外して裏返しをして一回底の部分を上から押さえる感じで縫います。で、輪っかの部分の上の方を縫います。持ち手の上の方です。
出来上がり。栃木蔵の町人形たち、レジ袋が出来上がりました。買い物したら入れて、使えます。で、使わない時にはたたんでカバンに入れたりポケットに入れたりしておけます。汗をかいたら拭くこともできます。2つあれば1個使ったら洗濯してもう1個使う。お気づきでしょうが、このミシンをやっていたのは私ではなくうちの奥さんでした。ということは、私は切っただけ、切って最初のシワを伸ばしただけでした。それではまた。